はい、こんにちは、ポッチョです。ということで今日はエボーランドパート2早速読みましょうか。まあ村でも探索しましょうか。まあゆっくり読みましょうか。これはなんだ。あ、店員さんが追加されたようですね。何これ。あ、ホテルか。ホテルはリガーサイトですね。ちょっと探索しましょうか。ここなんだ。ここなんだもんな。お、宝がある。ああ、店員さんが出たようですね。糸とかなんかあるんですかね。あ、入れるようです。ん、お、身を食べた。お、でかなんかですね、完全不思議っていうか身ですな。身を食べたら急にでかかった。これ何？あ、実績か。まあでもこれでなんかパンチできるようになりましたね。パンチパンチ。まあ上行きましょうか。なんかないかな。ここ入れへんのか。ちょっと店来たけど、これなんか買えるんですかな。お、なんか買えるじゃん。でもそんなまだ金ないな。ちょっと敵狩りでもしましょうか。ということでソードを買ったので冒険行きましょうか。どうやらソードを買うとあそこの道に進めるようです。ここですね。うん、まあ無双しまくりましたね。うん、多分さっきの村の近くの道は血祭りになってると思います。血祭り、まあ、宝はじゃん。え、おお、なんかモグラ出てきた。なんか一人倒れてるし。本格 RPG ですね。あ、倒れてた。よし、よし、 OK。 お、なんか新しい人が出たようです。おお、名前か。これまた迷いますな。あ、やべ、入力する前になんか切っちゃった。まあいいや、ちょっとこっち行きましょうか。洞窟ですね。あ、今度こそちゃんと名前書く。これどうやって消すんだ。うん、イングリッシュだかな。じゃあ適当にどうしようかな。じゃあこういうしましょうか。で、あら、あ、こうやってんのか。NJ66 にしましょうか。呪い数字だから怪しそうだけどな。まあ私にとってあの NJ66 ってやつは後ろがロングシートっていうバスの思い出です。よし、ということで冒険スタートしましたね。 NJ66 の冒険謎ゲーですよ。宝あげたね。あのかん、モンスター。あー、戦闘追加された。まあ戦いましょうか。やっぱバトル要素を追加しないとゲームとは成り立たない問題ですね、これ。うん、強いな。ちょっと硬すぎますね。どんだけ耐久力でも倒せました。耐久力ありすぎ。プレステ2並みですね。ゲームキューブかプレステ2並み。ここなんか行き止まり。あ、結局あの宝箱取らないと進めへんやつか。ていうかここ歩いてもモンスター出るようになったし。モグラ、でもモグラそんな強くないですね。うん、まあ私は無双しまくった問題やばい。無双あの血まついロード問題ですね。血まついロード。
まあ、あるかな。ここは、あ、いつの間にか。ヘビ出るよ、ヘビ。急なヘビだよ。あ、ヘビはそんな強くなかった。まあ、無双 LJ66 車があるから。あ、ヘビだ。あ、15ダメージだとこのヘビは一撃で倒せるけど、14はギリギリってやつか。これ何これ？なんで箱があんの？謎の箱ですね。50度ゲット。まだヘビだ。ヘビ多すぎですね。あ、これは無理やな。11ダメージ。ミスちょっと多すぎません。ミスブランニューデイかな。ワンミステイニューデイですね、完全に。あ、また敵だ。あ、モグラモグラモグラか。モグラ叩きでもすする音してるんですかね。うん。まあ、この人は、あの、女性の方は魔法っていうか、杖で叩いてるだけですけど、杖でトントントンって。うん、トントントン、誰ですかって言って、お化けってしたら時計ガシャンした私だからですね。まあ、ここまで行きましょうか。待って待って、こっちか、行こう、こっちしよう。うん、石で行き止まりでしたね。なんで高箱近く行き場か謎です。メイドみたいな、メイド、完全にメイスですよね。うん、宝箱取ったらなんかちょうどヘビが出てきましたな。あー、またミスだ。ワンミステリーデイですな。うん、歌いすぎ。このゲームのエボランドで歌うやつとぼっちしかないし、日本、このゲーム日本人やってる人少ないですね。私で見てる限り、あの、日常組の死神くんや、渡的に死んでる。日常組の死神くんしか見てないですね。ちょっと見てみよう。でも意外と面白いですね。マイナー、日本かマイナーで海外では人気ようですね。それからずっとバトルです。もう完全にガリですね。無双ゲームじゃないゲームですね。ノット無双ゲームですね。RPG ゲームです。遠隔、この実際か。遠隔率がちょっと余談なのが。でもこのバトルの方がまだ一撃やられてればいい感じですね。まあ、このまま行きましょうか。よし。宝石いっぱいの。マイクラかこれ。またヘビだ。よし、オッケー。うん。意外と RPG 系は簡単ですね。まあ、私が RPG でジャンル得意方だからさ。あ、塞がってる。さっきの宝箱いいのかな？うわー、来たよ、頑丈な敵。これ頑丈すぎやね。どう考えても耐久力ありすぎですね。うん、あ、耐久力なかった。もしかしてジョイコンぐらいになっちゃったんですかね。ウィーな、よくあるあれだけど、ジョイコン耐久力立たないって人が多いからですね。ジョイコンよりもウィーリモコンの方が耐久力があって抜けるっていうし、まあ、あるあるですね。あの、コメントとかでジョイコンの耐久力上げてほしいってあるあることです。ね、Wii の耐久力はものすごいついてるんですね。今でも私は Wii やってる時もコントローラー曲がってない。普通にマリオブラザーズのあのゲーム、あの、やかましいやかましいよっしゃーのやつを戦います。モグラですね。またモグラ叩き。なんかないんですかね。よし、このまま行きましょうか。お、なんかぞ。え、ユー、あん、なに、ボス、唐突にボスが出てきた。準備してればよかったですね。まさかこんなにボスが来るとは。しかも強いな、なんか BGM 的にボスだこれ。ゴーストか、お化けか。うん、え、一撃ひどい、ピエン、あーん、やばいぞ。唐突すぎますね。急展開のボスですよ、これ。ボス。ミスされたし。
魔法でも使えば、あ、こういうところで回復すればよかったかな。うん、まあドラゴンクエストとかあったらすげえなんか無駄つやつとかあるけど、ズルだとか、こんなので唐突ボスってな、ボスが急に出るのは珍しいかもしれませんね。なんか宝石だと思ったらボスっていう事件ですね。いや呪われてるかもしれない、この洞窟が。なんかないですかね。まずい。あ、ダメだ。もうダメだ。おしまいだ。やられた。まあちょっとポーションかなり買って、またここ行きました。もうポーションを転売ぐらい買いました。うん。完全に転売 NG666。ちなみに NG667 も作りました。名前がちょっとリセットされたら、そこだけちょっと変えただけですね。まあこの攻略的には回復、このゴーストになった時にこのキャラを回復させればいけるでしょう。よーし、これいけるかな。よし、オッケー、答えはこれだったか。まあでも攻撃的には単純で簡単でしたね。お、白くなった。お、真っ白いなこれ。 3D、 あ、一気に 3D 化した。あ、ここに行けばいいのか。あ、洞窟消えた。洞窟戻れへんのか。一応もうあれですね、これ一撃っていうか大都市近郊洞窟でしたね。あ、危ね。そう、一撃やらやから、だからね、一撃地っていうか、ハート、あー、やった。これで一撃ゲームオーバー消えましたね。バイバイ、一撃ゲームオーバー、うん、やべ、油断する。うん、なんかゼルダっぽいですね。あ、このタコ、あの種な投げた、あのいつものキャラですね。神々トライフォース最近すまでやってなかったですか。あ、リンゴあるわ。美味しそうですな。果汁麺のゲームかもね。だからここで一撃やられちゃ絶対さっきのボスと戦いなんだな。危ねえ危ねえ。セーブ、そうそう、欲しいですな。セーブがない。これ、村出発してからの。ここで一撃やられちゃ多分さっきのボス戦の村どこかだな。大変なの、ちょっと。あ、スターだ。まあ、セーブのところで一応、切り替えがおしましましてとか。まあ、でも、一気に 3D 勝ちましたね、今度は。前回は、黒潮からの、やつでした。黒潮から、モノクロから、ドットの絵ですが、今回はドットが 3D っていう一気に展開が変わりましたね。いや、今後どうなの？ 3D 以外でも色々とあるんですよね。もしかしたら実写とかになっちゃうかな。どうなの？まあこのゲーム行きましょうか。うん、なんかメイドっぽいですね。まあ次のセーブのところをおしまいしたいと思います。まあセーブの距離が多分今回一番もちろん長いかもしれませんね。うん、ダンジョンがいろいろちょっと複雑やって、セーブの距離が長いってやつですね。お、さらになんか絵がイラストっぽくなったところで、まあ、村の名前か、エリア内の。これはまたまた、なんかリアル感を出しましたね、今度は。ちょっとなんか黒を入れることで、カラーがあって、道が分かりやすいっていう 3D。ああ、さっきの、ビーチですね。久しぶりやな。海岸で若い二人が恋をする物語ですね。あ、セーブポイントある。あ、ここでおしまいしましょうか。ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら。バイバーイ。